ロッシュを探してる。そんなものはいない。他には。なるほど。後ろにあるのはイチゴを積みに来た連中のキャンプか。俺たちは野鳥の愛好家だ。その件は最長に出くわした時のためか。違う。最長はこの辺り特有の鳥じゃないし、ここには来ない。よく見ろ、オルテンシオ。そいつはゲラルト、友人だ。入れよ、ゲラルト。リビアのゲラルト、無事だったか。バーノン・ロッシュ、テメリア最後の希望が。好きなだけ笑え。テメリアは必ず蘇る。ロッシュ、彼らを見捨てられない。私はそうするしかない。それがお前に課せられた命令だ。みんな死んでしまう。お願い。話は終わりだ。行け。スコイアテル狩りでもしてるのか。冗談か。もうスコイアテルなどどうでもいい。重要なのはテメリアだけだ。なぜここに行き着いた。軍の残党と行動を共にしてたんだ。ニルフガードがヤルーガ川を越えた時、俺は侵略者と戦うため全てを放り出して前線に向かった。ジョン・ナタリスが率いるテメリア第2軍に参加したんだ。ドルブラサンナで黒の軍団の前進を止めようとした。カーボンさんの戦線でな。そして止めた。3日間だけだ。その後奴らは俺たちを叩き潰した。その後すぐラドビッドがノビグラド近くで軍を集めていると聞いた。北方の自由のために戦うという触れ込みでな。俺はナタリスの部隊の生き残りを連れて向かった。だがラドビットはエムヒルと大差がなかった。だから自分たちの戦いを始めたのさ。フォアソン・ジュニアを探してる。その名は知ってる。だがここにはいないぞ。風の噂に聞いたんだ。共通の友人が何人かいるんだろう。例えばラドビットとかな。口が軽すぎる奴がいるようだな。一言忠告してやらんと。そいつらの名は。そんなことより協力してくれるのか。他を当たった方がいいか。お前は運がいい。俺たちはオクセンフルト近くのチェスクラブに向かってる。そこでレダニアの連絡員に会う予定だ。助かる。やはり頼れるやつだ。邪魔なんだ、白髪頭。ウィッチャーに用なんてね。俺たちの指揮官は王を殺したってことですか。その調子だ、ローチ。何急いでる。準備は。連絡員はチェスクラブで待ってる。早く済まそう。連絡員っていうのは誰だ。うさんくさいつまらない野郎だ。本当なら関わりたくないところだが仕方なかった。信用してないのか。俺は誰も信用しない。お前もな。行こう。様子が変だな。確かめよう。
チェックメイトだ。チェスは王のゲームと言われている。戦略的な思考を養う遊びだとな。全く馬鹿げてる。双方が同一の駒を持ち、ルールも変化しない。これが現実を映し出していると。ウィッチャー、世がチェスをする理由がわかるか。暇つぶしですか。無駄にする時間はない。ましてや暇など。ゲームの中に隠された本質を暴くためだ。駒の内側で血が脈打っている。耳を澄ませ。そうすれば聞こえる。ドクンドクンドクン、脈打つ心臓だ。ポーンを取る。そして肉が裂かれる音を聞く。その腹の奥底から悲鳴が聞こえる。駒をこじ開けて、そいつらから真実を絞り出したい。この意味がわかるか。いいえ。王ではないからわからないのだ。ポーンに見えるのは陣地にいる味方と戦場の向こうにいる敵だ。王は違う視点から盤面を見る。強敵に囲まれ、自らの手駒が王を陥れる可能性もある。それはチェックである。死だ。いいか、チェストは手駒を犠牲にする技術を競うゲームだ。これでわかるか。わかった気がします。まあ余談だ。さて話だ。なぜウィッチャーを連れてきた。彼が説明するべきでしょう。レダニアの諜報員が、まさかレダニア王ご自身とは。仲介を省ける機会があるときは、それを利用することだ。シプリアン・ウィリー、別名ホアソン・ジュニアを探しています。レダニアの庇護を受けているはず。なぜ彼を探す。個人的なことです。まあいい、詮索はしない。ジュニアはオクセンフルトの屋敷にいる。これを知る者はほぼいない。事前の約束なしでは入れん。だから新しい娼婦の件で来たと言え。ジュニアは常に新しい女を求めてる。ひどい扱いをするらしいな。協力に感謝します、陛下。王は敵に厳しく、共には寛大であるべきだ。だが当然見返りを期待する。それにジュニアは存在意義を失った。もはやビッグフォーではない。いずれまたこちらから連絡する。では行け。そしてロッシュ、貴様とは別の時に話せ。ラドビットの錯乱は悪化しているようだな。ジュニアの居場所は分かった。それ以外はどうでもいい。ゲラルト、そういえば俺も頼みがあった。ベースとの間に厄介な問題を抱えててな。誰かに説得してほしいんだ。野営地に会いに来てくれ。詳細はその時に。考えてみよう。またな、ロシア。魔女か。その後で相手をして。叫び声を聞いたか。あの女、何をされてるの。いつも通りだ。
何の用だ。ホアソンジュニアはどこだ。ほう、度胸のあるやつらしいな。てめえ知ってるぞ。オルガードとビッグを殺したな。確かに二人の紳士に会った記憶があるな。名前は何だった。オルガードとビッグ、よろしく伝えてくれ。あの皮を剥いでやるよ、ウィッチャー。今だ、左だ、左。誰かが中に入った。ぜひそったれめ。全員でかかれ、お前ら。かかってこい、腰抜け。知るがいい。もうクソ漏らしちまったのか、坊や。尻に触りでもしたら、ただではおかん壁に貼り付けか。一体何のつもりだ。助けてくれ、頼む。誰も来ない。何が目的だ。いや、ジュニア、話をしに来た。お前の言う通りにしよう。
最初にいくつか質問がある。何でも教えてやる。若い女性と銀融詩人を探してる。あったはずだな。女？どのクソ女？灰色の髪をして剣を背負ってる。俺みたいに。彼女か。覚えてる。真実を話した方がいいぞ。なぜか知りたいか。嘘はつかない。本当にお前を探すのに時間がかかったし、楽じゃなかった。頭に来てるし疲れてる。多くの人間も殺さねばならなかった。俺を騙そうとしたり嘘をつこうとしたり、クズばかりだったよ。俺の心は悲しみで満ち溢れてる。あと一回の嘘で溢れ出す。そしたらお前はきっと後悔することになる。嘘をついたらどうなるか理解したか。ああ。よし。灰色の髪の女性がお前と会った理由と何があったのかを知りたい。何があったか。俺を襲ったんだ。もう一度嘘をつけば弾を切り落とす。取引したんだ。俺が魔法のなんとかかんとかを修理して、あの女と歌い手はシギルーベンの宝を持ってくると。奴らは持ってこなかった。だから少しカッとなって。何をしたんだ。一緒にいたドードをさらって取り返しに来るのを待った。見ろ、あれだ。修理を頼まれたんだ。ジュグか。こういうものを直せるのか。俺じゃない、ある男が。時間の無駄だ。さっさと全て話せ。話す、全部話す。ありのままに。